今日はモルモットのフースケとデグーのスバルと夜空にキャベツをあげたいと思います。春キャベツです。ふいっ、フースケ、さあデグーは食べてくれるんでしょうか。夜空、はい、フースケ、フースケにはもうここに置いとこうね。ほら、手から食べてくれるようになってほしいですね、デグーちゃんたちには。スバル、置いとこうか。置いてみよう。こんなには食べない。フースケにあげよう。お、近づいてきた。匂いを嗅いでるぞ。おお、すっごいアクティブ。なんだ今のは。興味はあるようだな。すまんね、フースケ。もうちょっと下げようか。フースケの顔がお見えになるから。フースケは元気いっぱい食べるね。いつでも食べる。モルモットのいいところは、自分で満腹になったら食べるのをやめるところですね。犬みたいにガツガツ食わない。自分で体調管理をしてくれる。体調？食事の管理をしてくれる。そういうところがモルモットは楽です。デグーは寝てる時も回し車を回されるので、うるさい。まあ可愛いから言うすけど。食べませんね、デグーちゃんたちは。お匂い嗅いで。出ちゃダメだもっといい回し車買わないとな。うるせえな。揺れるんだよな、カゴが。全然キャベツ食べねえじゃん。
あ、見ちゃダメだよ。めんどくさいんだから。部屋汚いんだから。探すのめんどくさいんだから。片付けろっつう話だけど、もう物がいっぱいで片付けれるんだ。部屋を大きくしてくれ。誰か。っていうか、一軒家をくれ。もっと動物を飼いたいんだ。私は、モルモット系が大好きなの。おー、スバルちゃん大丈夫かい？モルモットは動かないけど、あー、デブーは動くな。撮影するのも大変そうだ、デグーは。モルモットは動かない。あ、シベロハンか、これは。なんかモルモットじゃなくてデグーは尻尾がちぎれやすいんで、あんまり触るの躊躇するんですよね。なんかペットショップに行った時に見たんですけど、デグーを、そこのデグーは尻尾がちょっとちぎれてましたね。いや、あれはちぎれてなかったのかな。やっぱちぎれやすいんでしょうね。ペットショップで買う値段とブリーダーさんから買う値段では全然大きく違いますね。ブリーダーさんからの方が皆さん安いですよ。それにブリーダーさんからはより詳しく話を聞けるので、ブリーダーさんから買うことをお勧めします。あの、犬とか猫とかも、そういうペット系は全部ブリーダーさんからの方が安いですし、情報も手に入れやすいですし、動物病院だって面倒見てくれます。あ、喧嘩してんのかな。絶対ペットショップとかでペットは飼わないようにした方がいいと思います。あれ、結局売れ残ったやつは殺処分されるんで、ブリーダーさんから飼うのが一番いいんじゃないかなと思いますね。ペットショップは闇が大きいですからね。まあ、モルモットはペットショップで買ったんですけどね、フースケちゃんは。これからフースケはどうしようかなって考えてます。お嫁さんを買って増やすか、で、まあ、二代目、三代目と飼っていくかっていう風に考えてるんですけど、まあ、風助ももう今年で6歳ですからね、高齢なんです。まあ、10歳まで生きてもらわないと困るんで、健康でずっといてほしいんですけど、なんか今のままだったら僕よりもう長生きしそうな風助はそんな感じです。病気とかならないでほしいですね。デグーもモルモットもどちらもいい面はありますけど、まだデグーは僕に慣れてないので、触れ合える機会が増えればもっとデグーを好きになると思います。モルモットはすごく可愛いです。動かないってとこが一番いいところですね。めっちゃキャベツ、もうダメだよ、ダメだって。デグー食べねえな。
じゃあ今回の動画は以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。山上健太郎でした。じゃあねー。